スライムです。あ、うちが好きな紫もありますって言おうとしたけど、なんか漏れてない、これこのスライム、紫色のスライム漏れてる。 C3、C3、16、3、C16 だよね。16ですよね。うん、あ、違う、できました。
なんかさ、これ木から出てくる樹液みたいじゃない？ま、伸びるっちゃ伸びるし、すぐ切れる時もある。すごい。ま、普通のね、いいスライム、これは。うん、普通の作るスライムじゃなくて、いいスライム。いいスライムって何か、何なんかよくわかんないんだけど。じゃあこちらには、何入れよう。え、もういっぱいあるからさ、いろいろ。いろいろ入れちゃっていいんだよね。で、ちょっとこのオレンジ&オレンジで、ラメラメみたいなのをちょっと入れてみます。見えないかもしれない。よし、混ぜます。なんかもうやり方とか何も分かんないからどんどん本当に混ぜちゃったりしてるんだけどさ、ママが言うのかな。でも見えないっちゃ見えないんだけど、キラキラ輝いてる感じはちょっとするしますよね。あ、パン粉みたいにちょっとここ机に巻いて、それでつけてつけて、フライパンでジュージューって焼く。ちょっと手につきます。あ、入れすぎましたかも。青とオレンジって合わないよね。でもちょっとね、すっごい余って手にすっごいついてるんですけど、かわいいスライムできました。あれ、あ、ピント合ってない。あ、あった、かわいいのかな。まあこれは、まあ、1回目なんでね。うん、1回目なんで、まあこんな風にできます。ちょっとこの網使ってみよう。まあオレンジはこんな感じでしまいます。ブルーのような、ブルーの海のような色の下、綺麗なスライムでいきます。おお、水みたいだね。何色が似合うでしょうかね。この細かいラメを使っています。何がいいかな、いろいろあります。この色いいかも。このよくわかんない色でやってみます。開いた開いた、綺麗。これをカップに入れて、この中にスライムを入れるっていう風にやる。カップにまず入れてから、スライムをカップの中に入れる。よし。あ、待って、そういえば混ぜるスプーンとかあるんだよね。混ぜるスプーン、じゃこのスプーンで混ぜます。OK、スプーンでいいんだよね。本当に液体を混ぜてるような感触。じゃ触り心地はもう普通にプニプニで気持ちいい。このラメ余ったら紅茶にも使える。これ大体混ざってないくて終わりっていうのもまだいいと思うけど、このスライム本当に透明で透けてるんですよ、この綺麗な色が。スライムは手につかないから別に触っても大丈夫。でもなんか包丁とかが手についちゃうかもしれない。あ、つかないっけ、わかんないけど、終わった後一応洗った方がいいと思うけど、別に手が汚くなるから嫌だとかそういう人は別に全然大丈夫です、このスライム。まあこんな感じでどんどん作っていきます。
回この透明のケース出してみたいと思います。コップがあるんですけど、それでも遊んでみます。すごくないですか？すごい可愛いのがいっぱいできたね。ママがお出かけしてる間にミミ一人で撮影して作ったんでしょ？うん、もう大変だったんだよ。そう、ママが帰ってきたらこんなに可愛いのがいっぱいできててびっくりしたよ。すごいね。まず一つ目、一番こちらにあるのがただの丸いコアラの麦茶です。あー倒れちゃった。あ、倒れるとそんなになっちゃうのね。上に粉かけてるの。そうなんだ。あ、ビールなんだ。あ、すごい美味しそう。だからそうやって遊んでるからラメがいっぱい床に散らばってたんだね。そう。改めまして紹介します。1個目、ユニコーン麦茶です。おー、真夏に食べるといいでしょう。こちらはこのスライムを使いました。透明ビーズを入れて氷にして作りました。こちらはぶどうジュースです。この紫色のスライムに金色と緑色の星のラメラメを入れて作りました。これはすごい気に入ってます。かわいいですよね。次、こちらのビールは黄色いスライムに金色のラメラメを入れて、その上に白い なんかを入れました。なんかって何ですか？よくわかんないもので、キラキラの。へえ、こういうのがあるんだね。こういうのを上にかぶせて泡っぽくしてビールにしました。うん、今は美味しそう。こちらのスライムなんですけど、ちょっと他のラメラメを後から入れたんですけど、こういう風になってます。この名前はフルーツたくさん入ってます。このスライムはこれを使いました。おー、上にあるのもちょっと浮き上がってやってるんですけど、緑かな。いい音。まあ、これを使って作りました。こちらはブルーベリージュースです。匂い嗅いでみてください。ん？なんだか甘い香りがします。いちご、このエッグの中に入ってます。んー、もっとここにラメとか、うん、紫色とピンクのラメを混ぜこじゃにしたんですよ。んー、それがこちらで、これをこちらに少し入ってます。まあ、こっちには入ってないんだけど。で、こちらには星のラメとなんかピンク色のラメが、ミニスパンコールみたいなこういうのがあるんですよ、いろいろ。これを入れました。すごいね、いっぱいあるんだね。工作にも使えるしね。こちらはソーダジュースです。カラフルソーダジュース。虹をどかすとこういうなってて、このスライムを使ってます。それでそこに虹をぶっ刺してるっていうことです。次、こちらなんですけど、ハート、心臓ドクンドクンですね。ハート心臓ドクン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 で、さっきのと同じでスライムに金色のハートとこういうのを入れて赤いラメを入れました。これでね、またドキュンドキュンハートです。ドキュンドキュンハート、ドキュン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 。こちらカラフルオレンジゼリーです。これらはフルーツ、ミニフルーツが、そしてこちらはオレンジ色のスライムに、少しこれくっついちゃったラメなんですけど、オレンジ色のこれのオレンジ色バージョンをちょっとパラパラっと入れて、そこにラメラメを入れました。美味しそうですね。はい、次、こちらはフルーツケーキゼリーです。こちらはこれのカラフルバージョン、フルーツでこういうスライムを使いました。もういろんなラメをまじこちゃんに入れちゃってるんですよ。これいい音すんね。わー、いい、気持ちいいね。次は可愛らしい
ピーチです。こちらはユニコーンも、レアなユニコーンを使っていて、ピンク色のところに金色のラメとピンク色の星のラメを入れてます。これはこちらのスライムを使いました。鮮やかで綺麗な色で落ち着く色です。まあ可愛いですね、こういうの感じは。うん、お嬢様系ですね。こちらメロンソーダです。メロンソーダでこちらを使っています。緑色のスライムに発泡スチロールが入っていて、紫とピンクじゃなくて金色のラメが入ってて、メロンソーダのこの上のアイスはこのもっとでかい発泡スチロールの丸を5個乗っけてます。それは炭酸水、まあソーダです、ソーダ2つのスライム混ぜちゃってるんですけど、下は水色のスライムでこちらだったんですけど、他のラメ足しちゃって、上に青いのがあるんですよ。それはこちらのを使ってました。上に黄色いラメをパラパラっとかけたんですけど、そんな感じで発泡スチロールもちょっと入ってて、ソーダです。お次なんですけど、少々お待ちよ。トイレ水飲み休憩となっております。こちらはお酒のコップじゃないんですけど、お酒です。こういう酒あるでしょ。これはブルーみたいな、灰色みたいな色したスライムに赤紫のラメと緑色のハートと黄色のラメが入ってます。これはお酒です。こういう風にできてます。ミミの一番お気に入りのスライムはこちらの、このやっぱ紫色がいいんですよ。この紫と金と緑の組み合わせが合うんですよ。だから一等賞、一等賞、イエーイ。それでミミはこの紫色のと、まあ、ビールとこちらのピンク色とメロンソーダがお気に入りです。ぜひ皆さんも買って遊んでみてください。じゃあ今日はここまで、バイバイ。チャンネル登録してね。よければグッドボタンも押してもらうと嬉しいです。バイバイ。